さあ何の曲になるんでしょうか。さあこの課題曲かなり重要になると思います。はい、さあどうぞどうぞカメラに向けて。課題曲は何でしょう。はい、パーティージャンピング。おーパーティージャンピング。はい、ということで THEHKC ダンスレッスンスタートの決勝大会
ますね。いやーこれはすごいな。これはすごい。3、2、1、スタート。 OK、 ステージの中央でスタンバイ。あのパフォーマンスを見せられた後のこの2人、緊張してますね。もう思いっきりやっていくんじゃないですかね。テスト、決勝大会準決勝さあスコア、まずですねゲームスコア、この6名のゲームスコアを見ていきましょう。こちらです。さあゲームスコアこちら、はい、現在ゲームスコア的に一番高いのはジェイクさんですね。だけどほぼ99点台なので変わらない。その次はデノリさんが来ております。デノリ、変わらないですね。デンガリ、西、リリー、スコップの陣になっております。さあここにですねパフォーマンスの審査員がつけたパフォーマンス点を加えさせていただきます。皆さん準備はよろしいですか。よろしいですか。心の準備はよろしいですか。いい、いきますよ。結果はこちら。おお、さあ決勝進出を決めたのは237.116、 ニッシー 235.06、 リリーに決まりました。さあ他の4名の選手、残念ながら心で敗退となってしまいましたが、皆さん熱いパフォーマンスを見せてくれたこの4名にも大きな拍手をお願いいたします。この決勝曲というのは、はい、このビーマニコナミの音ゲーの中のこの KAC の中でも数々の波乱を生んできた終点でございますので、しかもどの曲も全部も難易度が高い曲なので、さあ待ってください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 。さあ H ボーイさん、課題曲は何だ。ハスター、飛んで喜んでますね。さあ最終決勝の課題曲はハスター。ハスター、3、2、1、スタート。 OK、 最終決戦です。
曲はハスター。どんなパフォーマンスを見せるのか。パフォーマンス、Ladies and gentlemen. こちら。さあゲームスコアはまあ1点差ですね。ぐらい1点差ですね。だこの1点がもしかしたらね、はい、影響する可能性もありますから。さあそしてゲスト審査員のお三方の得点を加えたものがこちら。おーっと、この段階では西選手がリードしてます。しかも7ポイントほど。さあこれでちょっとお二人がすごい取り乱れております。マジでやばいやばいしかしまだ分かりません。ユーザー投票を加えた特別審査点見てみましょう。こちら。さあこちらということで、初代ダンスラッシュ優勝は西。おめでとうございます。素晴らしい。それでは表彰に移りたいと思いますので、ゲスト審査員の皆さん、参加でお願いします。さあそれではセレモニーへと移らせていただきましょう。チャンピオン西、トロフィーに手をかけていただいてよろしいですか。
私の合図でトロフィーを大きく上に掲げてください。では The Ace Konami Arcade Championship ダンスラッシュスターダム決勝大会、見事チャンピオンに輝いたのは西矢。さあ西、そこでトロフィー抱えて写真撮るから、カメラに向かってどうぞ。おめでとう西。それではチャンピオン西どうぞ。